新しい物語が始まる。特殊能力を持つ娘が見つかりました。イースターの新しい敵。私、ルルド・モルセール。迷っているのね。エンブリオは必ず私が手に入れる。大体あなたに何がわかるの？あなたには関係ないことよ。必ず俺が捕まえる。やっぱりこのバイオリンがおかしいにゃ。恨むなら本当の父親を恨め。月読みの家に生まれた者はイースターには逆らえない。月読み行くとは不幸を運ぶ黒猫なんだ。私の夢。私だって自分の夢なんか分かんないよ。だけどあの時の月読み行くとはいつもと違っていた。デスレーベル作戦を始めるから。月読み行くとを使った作戦のこと？あなた大変。結構ルルもイースターに利用されてるだけだよ。エンブリオは私が捕まえるって言ったじゃない。どうしてイースターはエンブリオを欲しがってるのかな。お前どうして。行くとは何を願うのか。僕は真実を知りたい。うるさいね。そんな、行くとは道具なんかじゃないよ。それがイースターだ。